はようございます。ここはね、今新東名の、新秦野インターですね。ここを今日はおります。はい、新秦野インターランプですね。今日はですね、大井夢の里というねところにちょっと行きたいと思います。で、大井夢の里に行くにはね、ちょっと本当は東名の大井松インターでもよかったんですけど、ちょっと渋滞してたんでね、新秦野インターの方に、来ました。で、大井夢の里になぜ なぜじゃないなぜ向かうかというとですね、今年もね、ジョーバイク TV さん、ね、主催というか、まあ、提案といいますか、日本の桜を見に行こうツーリングプロジェクトね2024ということで、とてもね、いい企画ですので、今年もね参加させていただきたいと思っております。で、その大井夢の里にですね、河津桜があります。で、まだね満開にはなってないと思うんですけど、今日はねすごく暖かいんですよ。なのでね、今日一気にそこそこ咲くんじゃないかと。ちょっと開花情報見てないんでね、詳しくわからないんですけど。で、大井夢の里のね近くに、松田山、というところがありましてね、去年そちらの方の河津桜をね取りに行ったんですけど、まあそちらの方がね有名だし、まあ人気も高いんですが、今回はねちょっと違うところというところでね、大井夢の里に行きます。ここを入っていけばいいかなと。いいで、それでですね、これ上が東名高速ですね。大井松田インターで降りるとね、これ反対側から来るようになりますが、これのね中井って書いてありますね。県道77号線を中井方面に向かいます。スーパー、で、今これでね、東名高速のね、脇に出てきましたが、どこ曲がるのかなちょっとよく分かってないんですけどね。今日はね、何日だ ?2 月の12か13か。あれ、これ曲がるのかな、違うかな、ちょっとよく分かってないんですよね。違うか、ここじゃないか。2月の12だか13だかなんですけど、どうなんでしょうね、どのくらい咲いているのか。どこ曲がりゃいいんだろう。これちょっと地図確認した方がいいですか毎度のことながらね、地図見ないんでね。いや、なんで地図も何も見てないかっていうとね、なんか
看板出てんだろうぐらいにね勝手に思ってたんですけど、これ憩いの村は違うもんね。でもちょっと憩いの村側に行ってみましょうか。あ、大井夢の里書いてありました。ここですね、信号右折矢頭橋というね信号右折ですね。やっぱこっちでした。こっちですね、憩いの村と同じ方向なんですね。大井夢の里はどっちなのどっちなの。あ、左って書いてありました。こうですね、正面の看板が。そうですね、ここから1キロほどということですが、まあ、どういうところかもよく分かってないんですけどね、正直な話。なんか看板には農産物直売とかそんなようなこともね書いてありましたけど、おお、大井夢の里右看板ありました。あ、結構人来てますね。あ、咲いてる咲いてる、綺麗じゃないですか。これみんなここに来た人が、あー、直売所は今日やってないのか。あ、やってないんですね。だからみんなここに車を止めてるのかな。すごい、富士山がすごい綺麗に見える。あー、咲いてますね。じゃあちょっと皆さんこの辺に止めちゃってるみたいなんで、ここに止めちゃおうかな。ね、こっちは畑の入り口っぽいですもんね。ということでね、大井夢の里のね、河津桜でした。今日2月のね、半ばなので、まああと、まあ、2月の終わりぐらいまではね、楽しめるんじゃないでしょうかね。結構まあ、松田山ハーブガーデンのね、松田山の河津桜有名で、そっちもいいんですけどね、もちろん。何しろ混むんでね、向こうはね。こっちは、おっと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 、きついきつい。こっちは穴場じゃないでしょうかね。まあ今日ね、こう道路に車いっぱい止まっちゃってますけどね。ここは
ここはなんかその直売所とかねあったりするらしいんですけど、今日お休みですね。火曜日だからかな。農業体験施設って書いてますね。でなんか今回ったところだけだと何ですかね、桜だけだったんですけど、なんかこの先にね梅梅園とかもあるらしいんですが、ちょっとよく分からなかったな。ね、これほら結構ここも咲いてます。いや、ここは近くの松田山に比べると本数は確かに少ないんですけど、まあ、富士山もね綺麗に見えるし、なんか穴場じゃないですかね、本当ね。これは何の花だろう、よくわかんないということでね、今回の、桜を見に行こうツーリングプレゼントをね、ちょっとこの後ね、どんくらいあげればわからないんですけど、一発目、大い夢の里でしたね。ぜひぜひご覧になっては、ご覧になっては言葉が変だね、来てみてはいかがでしょうか。それじゃあまた、バイバイ。